剣坊今から行ったぞ。父ちゃん、僕順坊だよ。え、そうかい。おっ、なんだそれ。お前父ちゃん、いつもお仕事ご苦労様、プレゼントだよ。どうしたんだよ、改まって。いつも僕のために頑張ってくれてる父ちゃんのために買ったんだ。そうか、父ちゃんのために。そうだよ、コツコツとお小遣いを貯めてさ、努力をしたんだ。そうか。これなんだ一体。これ電動の肩叩き機さ。ここを押すとね、こう自動的に肩が叩けるんだよ。肩の凝りをほぐすことができるんだ。なんだって。だから電動の肩叩き機買ったんだ。父ちゃん、電動。そうだよ。なんで電動だこれ。あの俺がその手で時間で担当したらいいんやろこれ。なんで電動だこれ。この俺ズボラかましとんのかこれ。かましてないよ。僕は父ちゃんのために一生懸命お金貯めてこれ買ったんだよ。父ちゃんのためにバカだるがおんだら。父ちゃんのために買ったんじゃないか。なしあんだらこれ。おのれがこの手で叩きさらせ。電動はいらんやろがこれ。ズボラかましやがってこれ。違うよ。わしの肩叩く嫌やったら嫌って最初から脱がさんかい。あの力をこそ叩き殺したろ。死ねこれ。ズボ引っかかったね。ズボ